激震女子の人生をかける大舞台 JLPGA プロテストがついに始まった。第一次予選は3月10日三重県を皮切りにスタート。激震女子の田辺、早乙女、鈴木、相沢は福島五浦庭園カントリークラブでの一次予選に出場。結果は鈴木、早乙女、田辺は通過、相沢は不通過となった。さらに昨日最終日を迎えた山口県での予選に出場した尾西は通過。残る一次予選は群馬、香川会場の2つ。第二次予選は5月中旬から3地区で開催。そして最終プロテストは6月22日から行われる。合格率 3%、 上位20位タイまでという超狭き門。そんな難関に挑む彼女たちに密着。プロテスト第一次予選も終盤。残る会場の一つ、香川県の万能ヒルズカントリーに練習ラウンドのためやってきたのは小野聖奈。全国5つの会場から選択できるのだが、なぜここに決めたのか。キャリーもしてたんで。回数でいったら何回ぐらいなの？30回以上は待ってるんじゃないですかね。奈良県出身の小野がこのコースでキャディーのバイトをした理由とは。そう思ったら逆に香川に来てよかったとこやな。狭いゴルフ場で練習してな、どこ行っても広を感じるけん。本当に確かに、うん、実は小野、激震ゴルフではおなじみの香川県在住南秀樹コーチの門下生。一昨年から小野は単身香川に移住しているのだ。調子がいいのになんで悪くなってくるかだ。ドライバーがだんだん曲がり出したらアイアンまでおかしになってくるんだって。小野といえばウッド系のショットが安定せず悩んでいたが、現在では一生このヘッド使わねえかんのお前。不安がなくなってきているという。小野が一次予選の会場に選んだ万能ヒルズカントリークラブはステップアップツアーの開催コース。距離はないがフェアウェイが狭く、両サイド OB のホールが多い。さらにグリーンは大会になるとスティンプメーターでおよそ10フィートに仕上げられるという。この子たちは逆にそのもともと広いコースでしかやってなかったと思うし、こんななかなかトリッキーなゴルフ場もないから。でもツアーショールコースで結構こんなの多いんですよ、うん、ちょっとトリッキーなのが多いから、うん、捕まったけど行ったか。うわナイス、行った届いとるよ。今回はインからスタート、359ヤードのパー4、ストレートでフラットなホール。2019年に行われた大会の平均スコアはご覧の通り。ここのホールは絶対行っちゃいけない場所ってあるんですか？左がもうすぐ OB っていうか浅いんで、右の方がいいですか？うん、大丈夫。 OK、OK、安全な方に言ってしまった。安全すぎるな。お願いします、はい。まあ、これ朝市がここと昼市がこことではもう大きな差やもんな。
まあ昼一だったら多分そんなに関係なくバンと行けるわ。朝一のここは、まあ、朝一のここはやっぱ難しいよ、やっぱり。でももう右に打っとけば、まあまあそう、右打ったら別問題ないもん。8番で届きますか、ね、楽勝です。おー、ナイス、うまいよこれ、素晴らしい、ありがとうございます。完璧で、ちょっと真ん中あたりから左ピンとこ。ここはなんで、これは、左の奥目、バンが上7番で、うん、グリーンのピンがあそこに切られる、ちょうど仮想ピンで、だいたいピン切ってくるところが多分あのあたりだろうっていう感じで打ってます。こういう 3.3 みたいな、こういう傾斜のところはまず絶対切ってくることがないんです。でというと、例えばこの青いところとか、ちょっとこの傾斜系がちょっと少ないところあたりに切ってくる可能性というのが一番高いから、まあこの大体それを先にピン決めて、まああそこに切っとってもあそこのピンを練習しておきましょうっていうのが練習ラウンドってことやから。おー、ナイス、入ったな入ったな、素晴らしい。ほんまにこれジャスト、ここほんまにここ切ってくると思う。これで右から 1,2,3,4,6、 うん、そうやね、この辺りやな。ここは切ってくる可能性がめちゃめちゃ高いかな。こうやってやっぱりラウンドレッスンでするんです。試合前の例えばその練習ラウンドっていうのはもうこういう感じでやっていきますね。いや、パタ、適当にパタしてて、で意外と重いなと分かるし、下りなのに。で、ああいうのちょっとメモとかしていて、ちゃ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 っとみんな変えていって試合の時参考にしたりするから。あんまり切れない、うん、分からん、あんまり。で、このピン切った時にどこに外してかんか知っとれろ。あっち、うん、そう、奥、ええそう、ま、右のどこ、近いとこ、うん、絶対ここダメってこと、はい、でそれを始めからも右サイドのここもバッテンって変えとくわけ。全部どう考えたってここからのアプローチはもう寄る可能性が一番低いってことやろ。でもここに絶対ショートしたらもう 100% そこに行くんやけん、はい、もう下のライン見たらもうこれ寄る可能性が一気に下がるから、このピンの時はもう何があってもいつでも乗せるか、か左、そう、左のもうそこで OK かなって思ってやらないかん、はい、まあ、セカンドのその状況次第やけど、はい、やりましょうってことやな、はい、ここはまあ本当もうスッとパーで抜けてくれたらまあいいホールです。逆に言うとティーショットなんかもさっきも話しとったけど、本当にその左は絶対にダメなんで、はい、うん、あの辺りはね本当に要注意しようかな。問題は次です。次がね、次なんですよ。嫌ってわけじゃないんですけど、ここはこのホールはもうティーショット好きな人誰もおらんぐらい、私もホールアウトできへんからどうしようってたまに思うの続いては万能ヒルズの難所、谷越のパー4。ニュースプーンの方がうまそうやな。ドライバーいらん。ここは嫌なところって何なんですか。その私ホールアウトできるかなと思ったことがあるぐらいっていうの。なんか景色からしても狭く見えるじゃないですか、はい、ちょっと怖いんですよね打つのが。あ、なんかカート道の左もすぐなんかちょっと OB にも見えるし、はいはい、かといって左嫌やなと思っても右も結構浅いから、なるほど、なんか回れば回るほど狭く感じてくる、うん、逃げたね。
今のは逃げたんですか、うん、何が嫌かって言うたらこれあの打ち下ろしで目線が下がったらボールって左引っかかるわけなんですよ、うんうん、だから自分が思ってるよりも例えば、まあ、グリーンの右端向いて打ってみましたと思った時に左引っかかる率っていうのがすごい高いわけだ。だから左の OB に逃げる可能性ってもめちゃくちゃ出てくるわけなんですよ。プッとこっち向いて曲がってくる可能性高いから、うん、じゃあ例えば背中っぺん打ってんあのグリーンの右端見てほんまグリーン乗せるつもりで打ってみな。右端、うん、で打つと結構触れるからそんなに大きく曲がることはないってことなんですよね。もうイメージは本当ショートホールじゃないけどもうあそこのグリーンの右端絶対乗せてやるんやつもりで打てば結構コースは広く見える。ただ落ちるポイントばっかり見るからどうしてもすごい狭く見えるってことなんですよ。なるほど。日頃から言ってますからね日頃今日初めて言ったわけじゃないですか。え、目線を下げない。そう、下げない。だから本当にもうこのホールやったらグリーンの右端向いてバチンとショートホールのイメージ打てばそんなに曲がることないけん落ちるとこ見たらもう絶対曲がるけん。それにしてもなぜドライバーでティーショットをしないのか。ちょうどね落ちどころがスプーンだったらまだ広いんやけどドライバーだったらもっと狭なるんですよ、はいはい、だからこそスプーンの方が、まあ、あの安パイなってことなんで。なるほど、うん、でここでドライバーで握ってティーショット打つよりもスプーンで確実に。あそこはスプーンでしょ。 2球目のナイスショットの分、はいね、1球目見てあ例えばドライバー打っとったらあの辺りなんですよ。ほんな左のこれ差し込み口が全然違うでしょ。だからスプーンの方がもう絶対あれ以上150エッジまで前出さんでも全然大丈夫ってこと、うん、出せば出そうと、まあ、リスキーなことになってくるから、まあ、ここは本当にスッともう綺麗にパーが取れたらもう何でも考えパー取れたらいい方で。特にテストやけんツアーとかだったらそういうわけに考えるプロテストやから本当そのあたりはやっぱ確実にちゃんと攻めていってバーディー取れる取っていけれるような水眼と組み立てを第二戦のこんなところで例えば OB 打ってダブル取りになったらもう一発でも終わりやからそれだけは絶対避けないかんで、ボギーはもうしょうがないけん。右のラフは OK なんですか。できれば2球目みたいにあそこに置きたいんですけど、まあ、フェアウェイにあればいいんですけど、まあね、ここはバーディー狙わないからまあコース内にあって次頑張って乗して2パットで OK って感じの。あれまた嫌なラインにいますね。あのボールは、まあ、あれは本当は、まあ、レイアップやね。もう 左、まあ、左広いけんあれやけど、まあ、無理して突っ込んでいかんではまだええぐらいの感じかな。左足上がりか。上がり。どう打つ感じですか。多分捕まると思うんで普通に打ったら。だからあんまり左に行かないように振る打ってちょっと右向いて。ちょっと右向いて打つ。うまいこと打ったよ。ナイス。素晴らしいわ。オッケー、うん、ではまあ今の結果的にやっぱああいうラインをうまいこと打つかな、うん、このホールでも仮想ピンを設定。ここのグリーンはあのダン、あのコブ越えたとこすぐこの左のグラスバンカー越えた上のところあっこに切っていきます。これが一番難しいからどこ狙い。ピンの右。はい。え、158の175ぐらい、うん、でちょっとアゲンストかな。175上げグラスバンカーの右端ぐらい。いやもっと右だよねあの高い木あるやん。あ、はい、うん、あの木の方向ぐらいかな。捕まったけど、行ったか。うわ、ナイスナイス、行った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 、届いとるよ。キックあるかな、ちょっと今。これせいな、ピン、これ、ここはこのままでええよ、1個。はい。
ちょっと弾んだけど、でも あの感じ来ないかと打ちすぎた。もうちょっと手前に落とすイメージ。手前です。自分で考えて練習してよ。やっぱちょっとちょっとやっぱ回んのもね、やっぱり。ちょっと利口になっとるかな。せーな、それワンクッションかツークッションご用で。はい。もしもーし。もしもーし。それ下見ようでように、これ逆でしょ、閉じて噛んでんやって。ここですか。うん、そっちでいいんや。そう、そっちでいいんやって。ほら見て、全然突っ込めんやないでも、そう、ほら、あれでワンクッションかましたら100点だって。あっちはかまんのわけやけどな、全然。なんでここまで OK やけんや、このピンやったら。このホールは何が大事なの？パーオン。え？そら、それどのホールも大事なの？パーオンは。でもここはバーディーホールじゃないから、乗して2パット。だからそれはスーパーリス、どのホールも全部そうやって。あ、分かった。左に外さない。いやもう、じゃあ今なんでアプローチばっかり練習したの？外れるから。そうやろ？ってことはもう絶対にセカンドで外す地点を考えにいかんってことなんじゃん、だろ。だって先生からしたら今さっきここのピンチであそこから練習しとったけど絶対ないやん、もうあれもさもうスーパーミスやん、うん、その限られた時間の中で例えばじゃあやるんだったら、せいな場合じゃあ例えばその左の底に手前に外すか奥にぶっ込むことはまずないわ、手前に外すか逆にそのグラスバンカーでここ練習やろ、奥ピンの場合はもう絶対奥に行くことはないんやけん、まあ、手前からパターの練習をしとったらええし、手前ピンの時はあそこの時は今度、まあ、あそこに外すか右に外す確率高いわけやけん、そっちから練習をしておきましょうってこと、はい、うん、この下の状況をちゃんと確認して、例えばあの練習ラウンドしとかんかったら、まあ、時期的なとこが特にあって、はい、急に芝が出てきて緑色になることはないから、そうですね、でも必ずバッテン入れとかんかったらこっちは絶対ダメって、もバッテン入れていけばある程度こうアプローチするとかも限られてくるから。続いては18番496ヤードパー5、ツーオンは難しいが3打目を寄せればバーディーの可能性が。真ん中ちょっと左の方がいいですか。うん、それなんで。なんかちょっと右ドッグになってるんで、右に打っちゃうとティーショットなんかあの木が出てるんで右から、うん、セカンドがちょっと打ちにくいっていうか、だからちょっとセンターよりちょっと左目に打ちたいです。ちょっと捕まったわ。オッケーオッケー。そうそうそう、いっぺんそれでいいか捕まえていったらいいんよ。はい、君ならできるよ。はい、うん、ね、これで何ヤードぐらい飛んでるんですか。これは240は来とるかな。これはまあまあ来てますね。飛びましたね。何ヤードぐらいですかね。H240 の、まあ、ピンまで255ぐらいあるんかな。でスプーンで打ったらちょうどバンカーに入ってしまうと思うんで、そうバンカーに入らないクラブで210、うん、まあ、200ぐらい。200やな。U3 で行くの。うん、十分。U3 で
今のピンよりちょっと左目。おー、オッケー、ナイス、素晴らしい。ありがとうございます。めちゃめちゃクリーンに当たってる感じ。今のよかった。アイアンとかユーティリティは最近いいんですけど、ね、ですけどまあでも T シャツは OB しなかったら OK だね、うん、なんかね、考えすぎてもなんか、あ、お願いします。なんかだん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 狭く、余計狭く見えてきちゃうから、あんまり自分で自分をこう苦しめるじゃないけど狭い狭い狭いと思ったら余計こうなっちゃうから。その前回のテストの時っていうのはこう敗北の原因というか、ね、去年初めて、去年じゃないか、その前か、初めてテスト受けたんですけど、その時に、うん、なんか終わりが近づくにつれて、なんか自分で、あ、これミスしたら落ちちゃうとか、まあ2時だったらこう1日2日3日4日ってあって、まあ大体カットラインが見えてくるじゃないですか。で3日目まではその中に入ってたんですけど、なんかちょっとでもミスしたら、あ、やばい落ちちゃうとかこれでガクッと何10人ぐらい落ちたみたいなそう、あ、やばい、バーディー取らないととか、なんかそういう風に思っちゃったんですよね。なんかそしたらなんか余計ミスが続いてしまうっていうか。じゃ今はどういう風に考えるように意識してる？スコアは考えない。その例えば今打って次はどこに打ってとか、うん、一打一打のこと、うん、そうですね。なんか前はね、もうスコアばっかりだったんですよ。ここでバーディー取らないととか。でもバーディー取るためにはその次打つのをどこにつけてとか、どこに打つって考えないと取れないじゃないですか、っていう風に。冷静ではなかったっていう感じね。ここ28、72、62。あいつ人間のようだ、むちゃくちゃうまいけん、ほら。お前やっぱ人間のようだうまいの。ナイス。もう一回左打っていいですか？ええぞ。左、こっちがええんちゃうんか。これも10や。右10。距離一緒。はい。ほんまにあいつ俺狙うめちゃくちゃうまいわ。先生狙ったら完璧やな。相当ランドやな、お前。お前先生がおったらお前ベタピンばっかりやん。失礼いたしました。やっぱまあこれ結果上についたけど、のやっぱ左の底以降よっぽでで、うん、まあ、あの距離やけん、あの距離やけんないって言うたらそのこと絶対ないけん、うん、のほんまに要注意しとかんかったらバーディーチャンスここやけど、一つ引っかかってしまったらあっち行くで。もうそれが一番ダメやけど、特に左の奥もう絶対ダメやろ。左の奥、うん、絶対ダメ。もうそこはもう全部どこに切っても全部バッテンや、どっちみち。おお、今入っとるわ。うん、ナイスナイス。ガチンコ大豆当てに行ったよ、多分絶対狙いやすいんかな。狙いやすいんでしょうね。でやっぱりそんだけこう目標がちゃんとあると、同じ距離打つでも変わるわけですよね。仮想ピンで打つって難しいわけな。
そうですね、うん、先生がいた方が打ちやすいんや、目標のところ。そうですね、恨んではないんですけど。次回も南コーチ直伝コース攻略法。はい、さようなら。早いでしょ、そら。君メモ見た？真っ赤っかやん。見て。でも私こっちから打ってるからスライスなんですか？そうやで。BS 富士オンデマンド、大人気のお笑い番組、手に汗握るスポーツ、満たせる知的好奇心、 BS 富士の番組が無料で楽しめます。 BS 富士オンデマンドで検索。